そうですね。ひょりとなってる。うん。大変やな。鬼島の。うわ。初めて。あれだれだれ。強い。強い。下に結構連射したの見えたと思うんですけど、あれでも勝てないですか？勝てないね。やってましたよね。結構ちゃんとやんなきゃ。そう。吉弘強いですよ。おやさん。おやさん呼んでるよ。おやさん。浮かして浮かして浮かした。わあ、じゃいない、いません。はい、せっかく2人で、共闘するっていうところなので、はい、2人の、バサラゲージが満タンになると、はい、まあ、2人で、作る合体超必殺技、はい、ギガバサラ技っていうのが出されて、それ、出したいと思います。いないよ、はい、おー、かっこいい。何これ、かわいい。私、寝せ、寝せ。あ、どうしたんですか。スーパーリッチみたいな感じだけど、かっこいい。わー、戦った。倒すごい。超重機械の墨絵的な。わー、しかしかかっこいい。おやそめ、かっこいい。わー、千球コンボ。わー、千コンボいきましたよ。一気に千コンボ。すごい。制圧してる。どこにあったんだ、千発。制圧してる、もう。はよー。いやー、本当すごいな。あんなかっこいい鹿の絵見たことない。かっこいい。かっこいい。すごい。これ楽しいな。これ楽しい。制圧してますね、あれ。すごいな。まだ入る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 。鹿押してる。鹿が押してる。鹿が押した、今。おやさんが押してる。あー、行ったか。ちょっと今説明できなかったんですけど、2人の武将、仲間武将ですね、と交代もできます。おー、ナオトラさん。使えるんですね。なるほどね。すごい。交代しながら戦うことになる。ナオトラは体験みたいな感じだった。直刀刀です、ね、クロスの力が取っちゃうっていう。あ、あ、おやさん怒った。かわいい。いいかわいい。あ、取られた。全部取られた。やったー。ユニークな一年もあるね。これが面白いんだよね、毎回操作完了。はい、また怒られてる。怒られてる。ダメ出しされてますよ。早速やっていただきましょうね。画面に切り替えていただいてよろしいですか。画面をじゃあちょっと切り替えていただいて。はい、はい、すごいな。ゲームの画面お願いします。ゲーム画面、ゲーム画面、はい、ゲーム画面と切り替えていただければ。あ、もう一個の画面ですね。これ今ゲーム画面、ゲーム画面を閉じていただければ。はい、すいません。はい、はい、終了です。はい、はい、ありがとうございます。いや、まあ、ああいう、まあ、シリアスな、ね、キャラクターもたくさんいる中で、ね、いつもこういうちょっと、はい、そうですね、今回は特にはっちゃけてる作り方を目指して作ってるので、うん、はい、あの結構笑うポイントがたくさん、はい、よくアイデアが尽きないなと思う、はい、ほんまですね。あいついるんですか、あの飯食うやつ、カブトムシみたいな。あ、あの小早川ですね。小早川、はい、おりますよね。また、はい、おもろいな。鍋背負って走るやつ。鉄鍋背負ってるんですね。ぐるぐる回るやつ、ね、さあ、じゃあ続いては、はい、田村さんね。田村君ね。田村君じゃ。田村しかないやろ。珍しい字ですね。珍しい。珍しいないわ。田村のやつや。そうですね。最も僕らのやつや。田村さん。はい。じゃあこれやっていただきましょう。はい。いいな。それで丸ボタンを押していただけ。はい。やりますか。画面切り替えてください。ください。お願いします。田村さん。そう。何すんの。僕は誰を使えるんですか。どうする。今回はちょっと柴田勝家をお願いしようかなと。はい。で、戦友として先ほどのいい直虎を連れていくと。で、ステージも、こちら初めて公開するんですけど、豊臣開国闘争という。あ、開国闘争。豊臣秀吉と松永久秀が戦っているところに乗り込んでいくっていうステージですね。かかれ柴田ですね。そうです、そうです。これ柴田勝家。これ柴田勝家。はい、柴田勝家です。シュッとしてる。かっこいいね。はい、うん、イケメン。柴田勝家知ってます？知ってますよ。知ってます。これバサラアレンジです。バサラアレンジ。バサラアレンジがちょっといかついぐらい柴田勝家。勝家はね、そもそも有名なトンボ切りっていう槍をね。そうね。持ってるのにも槍じゃないですから。はい。投げたとですね。これはどっかで見た感じの投げたとですね。そうですね。ね、あの、そうですね。あれの感じですね。はい、そうですね。棒。なんとかスーツ的な、はい、ほんまやね。あ、これも見た目あれだな、モーションかっこいい方だな。なんとかスーツ的な、ね、いいですよ、はい、酒場投げという武器を使ってます。酒場投げでっかい槍をひげだらけの男がやってるイメージだったんですけど、はい、あの甲冑は、かっこいい、はい、あの、そのまま
はい、私立の甲冑の形を、もうあの四角いの2枚ついてる。すごいね、いいね、なんか付属性ついてるやん。何かっこいい。覚えてなかった、今覚えてましたね。覚えてるのは兵士ですね、兵士が合体してたと思います。はい、あの今回陣形合体って言って、兵士が、はい、合体してたと思います。急いでいるんだ、あやつ済ませよう。僕人気からですね。そうですね、いけねー。これは僕にとって、はい、ハンベを撃破しましょう。宮本が鼻を見てるのかな。違うわ、違います、違います、違います。ハンベルわけじゃない、宮本の時です。違います、違います。あの戦友も積極的に使っていってください。戦友も戦友いますよ。今日はぜひあのギガバサラ技を出していただきたい。はい。ガマラは一人じゃない。ギガってギガ。ギガってギ。見たい見たい。友達いますよ。ギガって。杖はどういう特徴があるんですか。四角ボタンを長押しすることで、こうギアチェンジみたいにスピードアップしていけるんですよ。おお。はい。ああ、はい、あ、はい、まあ、早かった。で、あの歯が増えていくんですよ。今に、はい、今に前に。3枚刃、3枚刃になった。あ、ほんまや。うわ、すげえ。最大で4枚刃まで。4枚刃、4枚刃、4枚刃。その時マックスは今3、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 これで 4? 4枚刃、きれい、きれい、うわ、気持ちいい、きれい、ソニックね、きれい、それる刀ですかね、これ刀の4枚刃、4枚刃、あの、洗浄機ついたやつでしょ。洗浄機ついてるやつ。意外とね、4枚刃当たらない。そうですね、はい、刃の数が増えるから、はい、4番目が当たる。あ、しかもね、これあの攻撃が簡単というか、ずっと押してないとコンボが繋がっていくと、四角だけで。そうですね、綺麗やな、わかりやすい、はい、兜の四角を、まあ、2枚ついてますけど、はい、まあ、それをモチーフに、攻撃も、こう幾何学的な、はい、模様ができるようにっていうのを意識して作ってます。どうした田村、どうして、どうした田村、夏で無敵ちゃうぞお前。こうして天の操りを続いて、かつてのあの日である。これ竹中半兵衛倒しに行かないとダメですよ。はい、半兵衛で、半兵衛、竹中半兵衛どこ行った、画面の左上に。ああ、のマップのあれです、はい、危ない、これ危ない、これやばない、やばない、やばない、こいつがようコンボ解き出さすのよ。はい、今息の至りのゲージが溜まりました。息の至り、はい、L1、R1 で同時押しで、はい、行くよ、ハンベのとこ、ハンベのとこ行くよ、はい、今あのダッシュしていくと、あの敵スローになってるので、はいはい、ハンベに追いつけると。ハンベ行くよ、ハンベ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 どこ、走って走って、あ、ほら迷子なってるやん。どこ、一番上、あ、そうです、そうです、また移動してます、はい、また移動してます、また移動してるぞ、右押してますね、右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 。まずね、あのバサラゲージが溜まってるので、ハンベイと出会ったらバサラ技いきましょう。追い込む、田村、ハンベイと出会ったら追いつけるかな、右、田村、田村後ろ、あ、人気高い、人気高い、バサラ技出ました、バサラ技出ましたね、俺が2人で、ヤスと川島のバサラ、ギガバサラが出ました、ギガバサラ出ました、田村後ろって出ました、田村後ろ、誰も倒せませんでしたけど、田村後ろ、田村結構これいいね、いいね、逃げますね、あいつ、ハンベやっぱね、あの陣を取りに行ってるんです。あー、はい、なるほど、一直線行きました、一直線、あいつ意外と硬い、あいつ意外と硬い、門番硬い、いや、そうなんよ、ほんまに雑魚やと思って油断したらあかんねんね、あ、フーマがいます、フーマですね、やばい、こあ、出た、これもシリーズ通って、お前が追いかけられた、ちょっとデザインめっちゃかっこいいよ、かっこいい、うわ、前真っ黒やったのに、タマさん、その小声で俺が追いかけろっつったから言ったのに、フーマじゃねえかって怒るね、大きい声で言ってください。あの丸ボタンでバサッといただきました。行きましたよ。制圧した。これ制圧した。あ、なんか。おー、すげえ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 。おー、すげえ。かっこいい、超持ってる。うわぁ。おー、すげえ、すげえ。かっこいい。後ろ、後ろに。田村後ろ。田村後ろ。田村後ろ。ふーま、ふーま、ふーま、ふーま。どこ行った、もう、もう向こう、あれ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 
早いな。赤い兜がハンベイか。そうですね。そうですね。右上だから。そうですね。あれが右上がハンベイ。先フーマ行きますか。もうせっかくだから。はい。行ってください。はい。よし。秀吉が届いてんだよ。ほら。部活。田村行け。田村させ。あ、神経合体や。これも神経合体に一緒。すごい。すごい。やべえやべえ。あ、置いてる。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 ポッパーするよ。コタロいた。コタロ。コタロ。コタロどっか行ったぞ。いた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 。あいた。あそこ制圧する。あそこ制圧する。あいつ制圧しよう。先にこいつ。ああそれ取ったらボワーンってなる。ボワーン。見た目あれです。ボワーンってなる。生き残った。生き残ったりでフーマー倒しましょう。フーマ。行きます。行った？どこに行く？どこや、フーマ。後ろですか？後ろだ。入手なってるよ、後ろ。ゆっくり入手なってるよ。あ、いいっすよ。チャンス！よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ！行け！よっしゃ！よっしゃ！ハンベ、ハンベ。次、ハンベですね。あの赤い、赤いカバー。田村下。田村下やで。田村下。田村下。男子声出してよ。すごい、このコンボ簡単に仕上がりますね。そうです。いいよ、いいよ、頼むよ。ギガダメ、ギガ。ギガ、もうちょっと待って、もうすぐ。もうちょっと倒しちゃうよ、お前それ。パンベ、倒しちゃう。いっちゃい、いっちゃい、いっちゃい、食べない。制圧しよう、制圧しよう。はい、行きましょうか。行きましょう。友達がちょっと友達が。あ、やっちゃう。X をしながらま。行きますよ。はい、行った。はい。はい。かっこいい。熱いね。かわいい。うわぁ、ほら。うわぁ、かっこいい。いけるか。ハンベ行った？制圧してハンベも倒しました。ハンベ苦しんでる。はい。完璧や。すごい。きれいに決まった。すごい。1700いってますよ。気持ちいい。いや、ほんま、コンボがボンボン繋がるんですよ。さあ、田村さん、視聴者の皆さんに一言お願いします。なんで俺がやめないからだよ、お前が。この後本当はあの秀吉と松永が出てくるんですけど、はい、それはまああのお楽しみということで、カット楽しみというのを、はい、切り替えていただければと思います。田村さんでもガチャガチャ言ってれば倒せましたか？はい、行けましたね。気持ちいい。相当爽快感ありますね。ありがとうございます。爽快感あるよね。ね、これだけコンボ行ったら途切れさせたくないからまた次々行くっていう。そうやね、楽しいんですよこれ本当に。さあということで、はい、あ、どうぞ。あ、どうぞ。門脇さん、どうせ一言言ってもらって。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。あのアクションゲームが苦手なユーザーでも、まああの簡単に、うん、あのコンボが出せて気持ちいいっていうところと、うん、逆にそのアクションゲームが得意な、はい、ユーザーでも、やりごたえがすごくあるし、コンボもいろんなコンボが作れるというところで、うん、本当に楽しい戦国バサラに仕上がってます、うん、で、あの思いのほか、ゲームのボリュームが半端なく増えてしまいまして、すごい大ボリュームのゲームに、完成しましたので、お楽しみに。ストーリーがあるってことですもんね。そうですね、あのプレイヤー武将が32武将いるんですけど、はい、32武将で、まあ、敵武将で、合計40出てくるんですけど、この40武将で、戦国創生しようっていうゲームになってますので、はい、おもろいね。ぜひお楽しみにいただければと思います。全部違うわけですね、キャラクターによって。そうですね、キャラクターごとに違うので、その戦友との組み合わせによっても出来上がる、あのギガって言ってるんですけど、ギガのその種類もたくさんあるので、はい、いいね、ちょっと見たい、色の組み合わせかっこいいからね。新しいところがたくさん見れます。はい、なるほど。来年ですもんね。そうですね、1月23日発売です。覚えやすいです、123で123に4が出る、発売予定でございますので、ぜひよろしくお願いします。門脇さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。これは面白い。いや、面白い。この回か、反応力がすごい。いいですね、気持ちよかった、見てても。